I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea. よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、藤森さんでございます。お願いいたします。いや、俺もいつも定動の手押し屋ですからなんで、はい、こんな上手からのフレーム初めてなんですよ。おしゃれな登場したよね。そうっすね。音楽番組の対談みたいな登場をいたしましたから。クリッ、ごめんなさいけど、はい、緊張するわ。こんな豪華な、はい、バックに。そうっすね。カメラ4台ぐらいあるの？そうですね、今1、2、3の手持ちで4ですね。嬉しい。そのぐらいやっぱり藤森さんと の、はい、あのコラボが決まった時は、はい、もうチーム手越し大喜びです。いや本当に大喜び。本当です。嬉しいよそれは、はい、本当に大喜びですよ。だとしたら、はい、逆にこっちのチャンネルの撮影、はい、申し訳なかった。いや俺一人、はい、1人、ね、カメラ1台、はい、ごめんなさいね、はい、シートベルトにマイクつけた。待遇の違いにはね、いや興奮してますね。ありがとうございます。いやあざす、よろしくお願いします。藤森さんは、はい、言っても今テレビもガンガンもちろん出てるじゃないですか。そうね、レギュラーはやらせてもらってますよ、はい、どうなんですか、その YouTube とテレビの改めて藤森さんの思う違いとか。違いとよし悪し。それ聞くの、はい、いや悪しなんか別にね、はい、何にでもあるじゃないですか。はいよし悪し、うん、こっちはこっちは良かったなとか、これはこっちはええな。 YouTube でよしなんかマジで一つ、おめちゃくちゃ楽しい。おー、なるほど。自分がこんなに YouTube でこうメディア媒体に取り込んだと思わなかった。あ、僕今このスタッフも自分の同級生、はい、それからまあ自分がもともと仲いいスタッフの2人こうディレクターについてもらって、はい、もうなんか毎回撮影行くのも別にロケ行くとか仕事行くって感覚よりもなんか毎回プチ旅行行くみたいな感覚だし、休み時間どこ出かけるかその感覚だから楽しくしょうがない。うわ、そうっすね。確かにこの間俺も実家に帰って普通に母親が作ってくれた大根料理4品をただ食べるって言ったら150万回再生。もう訳が分からん。 YouTube 難しい、訳分からん、でも楽しすぎると。俺は本当母ちゃんと仲いいし実家好きだから母親が大根だけを使った料理を何種類か作ってくれて。なるほど。それが最近は俺だからこの YouTube に関してもう本当に生き様、人生がコンテンツだなって思って。なるほど。だから僕は楽しいです。もともとその芸人だからあれですけど、芸人でもこう結構タイプあってあんまりプライベート出したくないっていう人が、出たとこ勝負で話術だけで笑い取りたいっていう人もいれば、僕なんかもうプライベート切り売りしなきゃ笑い取れないタイプのゲームなんで、むしろそれがこうコンテンツになるんだったらすごくありがたい。ああ、これよしです。なるほど、これよしですね。じゃあテレビのよし。テレビのよし。僕も言っても6月まではテレビ考えです。そっか。なんなら YouTube ゼロでテレビ10だった。はい。テレビのよしはめちゃくちゃあります。はい、やっぱりまず第一、華やか。確かに。僕芸能界がもうめちゃくちゃ憧れて、はい、とにかくミーハーなの。ああ。芸能人になりたい。だから本当ごめんなさいね。今日もまだどっかふわふわしてますから。あ、これあって。こんなこと言ったらあれですけど俺。はい、ジャニーズ事務所なんてめちゃくちゃ憧れだったからね。僕38なんですけど、もうその世代多いけど、とにかく決まってください。まあ大好きだったし、スーパースターです。そう、そういう本当憧れの世界が詰まってて、やっぱりいろんなテレビに出てるスターと会えるし、それこそセットも豪華だし、何もかもの規模も大きい。レディオフィッシュというユニットでね、なんか番組出させてもらう機会もあったり、そうですよね。でレディオフィッシュ×ニュース1回やりましたもん。やったね、はい、ミュージックレディーで。ありがとう、はい、そうだ。そんなこともやっぱテレビじゃないからなかなか叶わないなって思って、はい、あの豪華な世界ね、やっぱそういったところかな。あ、テレビの。なるほど。よし、どうなんですか。じゃあもし藤森さんがね、もし仮に、テレビか YouTube
どっちかしか選べない。エゴシちゃんってそんなすごい質問する。当たり前じゃん。当たり前じゃん。もっとほのぼのしてなかった。当たり前じゃないですか。エッジ聞かせすぎでしょ。これさ、はい、でもちろんこれもノー台本でお送りしてるんで、いやそうなの、今聞きたいなと思ったから。はいはいはい、 YouTube だって。おー、そうなんだ。ちょっと待って、これ大丈夫？違う違う、ここだけ切り取らないですか？そんな俺週刊誌みたいなことしないですか？そこだけ切り取って悪く見せるみたいなしないですか？あくよ、ちゃんと。これごめん、でもちょっとそれは語らせてよ。はいはい、もちろんもちろんもちろん、うん、もちろん。いや、あのね、本当にまあ今現状で言うとテレビのレギュラーやらせてもらえるから、はい、YouTube やってると、はい、俺にとってはすごくこの状況、環境が悪くて、はい、最高ですよ、ね、やっぱりメジャーなもの、はい、大人数にリーチ届くっていうことになると圧倒的にテレビだなって、まだやっぱそこは、はい、そうですね、テレビの影響力がやっぱり大きいですからね、うん、はい、やっぱり何かあるとこう、うん、見てるこう母体数で言うと全然違うわけなんだけど、うんうんうん、距離感がやっぱ近いのが圧倒的に YouTube じゃないですか、はい、コメントも毎日来るし、それに対して返信もできるし、いいね押すこともできて、うんうんうん、そういう意味で俺どっちが欠けてもやっぱ辛いんだ。なるほどなるほどなるほど。なんだけど、はい、まあ、このタイミングであれですけど、来年の3月に今やってるレギュラー番組のうち2本が終わるんですよ。なるほどなるほど。まあいろいろ要因があるんだよ、はい、なんだけどまあ視聴率だけじゃないんですよ、うん、今終わる理由って、うんうんうん、テレビ局スタッフから口を揃えて聞くのはすいませんと、制作費がないんですよ。なるほどね。って聞いた時になんかすごいショッキングだし悲しかったんだけど、はい、テレビイコール俺一番華やかな場所で一番お金もあって、うん、そういう理由でやっぱりもう今後終わっていく番組ってどんどん増えていくんだろう、はい、ってなった時なんか悲しさ寂しさ感じちゃって、うんうん、だけど片やじゃあさ、はい、もしくは YouTube のはい、イケイケじゃない。まあ、YouTuber も含めてイケイケですからね、YouTuber、そう、はい、俺の中でちょっとその華やかさがなんかシフトしつつあるっていうところもあったりとか。どこまで話すの？いやどこまででもですどこまでどこまでもですよ。どこまでもーカーニングに曲そうですか、チャーオシャベルそう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 、それです。あのね、そうそうです。まあでもそっか、手越しくんとね、こんな共演させてもらってるから俺も別に隠すこともないし、そう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 、ギャラが、はい、テレビのギャラを YouTube の方が超えてしまったんですよ。なるほど。 YouTube すげえ楽しい、しかもいろんな企業がお金出しますよ、はい、なんかいろいろやれる、うん、自分がやりたい、うんうん、ってなった時にやっぱりちょっと楽しいを優先しちゃうと、うん、YouTube だな。なるほどね。っていうところが出てきて、なんかすごくそこに関して複雑。うん、いやだからそれで言ったらほら、手越しはね、はい、そういう部分でもきっと。俺のターン来ました。いや自分俺は聞いたっていいでしょ。もちろんもちろんもちろん。確かに。でも俺はさ、ずっとこう何インタビュアーで答えるやつみたいな。別にとは限らない。とは限らないですよ。危な。トラップかかるとこだ。いやそれはそうっすよ、それは双方ですよ、双方。いやそうだから、ね、双方そう。ちょっと待って、同じ質問してもいい？いやいいっすよ。これとこれとこれ、はい、当時やってたようなぐらいの数、はい、手越さんにまたお願いできることになりました、うん、テレビ、はい、日本テレビ、はい、そこでイッテQとかサッカー番組とかですよね、はいはい、フジテレビ、テレ朝、はい、TBS 各局で、うん、手越さんぜひと、はい、お願いします、はい、か今のこの YouTube。 なるほどなるほどなるほど。どっちか。なるほど。っていう選択。あ、なるほど。迫られたらです。はい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 、はい、僕はもうね、即答で YouTube です。なるほど。はい、即答です、はい、今例えばじゃあ YouTube 撮れなくなって今までの速度で言ってくるのお仕事全部戻ってくるって言っても僕は YouTube やります。はい、いや興味深いな、面白い。ただ俺もテレビはやっぱり華やかだし、うん、素晴らしさも知ってる、はい、だから未だに大好きですよ。イッテQのチームのスタッフの皆さん、うん、そして共演した皆さん大好きですね、うんうん、ノーギャラです、うん、ノーギャラなら戻せます、うん、ってなったとしても僕は戻ります、うん、だ好きだから。なるほど。別にお金1円もいただかなくても戻りたい、はいはい、やりたいなと思います、うん、それはイッテQが好きだし、サッカー番組も好きだし、テレビ好きだから。だからもう本当に今ね、ダメよ、お互いにこんな意地悪な人俺らどっちもやってたいんだ、うんうんうん、そうそうそう、それは分かります。すっごい欲張りなんですよ、うんうんうん、この業界入ってさ。そうね、そう、はい、僕は
日本で一番の大手の事務所と日本でナンバーワンの番組、もっと稼げてほしい、うーんなって思っちゃいます、うんうん、もっと華やかでもっとお金も稼げて、うん、っていう世界観であってほしいなって思っちゃいます。そうね、やっぱ見えない忖度に縛られてる段階では無理でしょうね。事務所間の問題とかテレビ局と事務所の問題に縛られて、本来テレビとかっていうのは視聴者ファースト、うん、視聴者の方に楽しんでもらうのが一番僕は大事だと思うんですよ、はい、だからそのためのキャスティングであり、そのための番組の内容じゃないですか。そうだね、今自分が出た以上、あ、こんなこともできないんだ、逆にこれできるんだってたくさんあるわけですよ、うん、プロダクション間の問題とテレビかけるプロダクションとかそういう問題を優先しちゃって、いい番組作りとか視聴者のことを一番最初に考えれてない、うん、ものを作ってる時点で、あの輝きを取り戻すのは多分不可能だと思ってます。うわー、めちゃくちゃいいこと言うじゃん。だから宮迫さんと中田さんというのウィンウィンウィンはやっぱり評判めちゃくちゃいいし、業界評価も高かったし、本当に面白かった。みんなあれを作りたいです本当は。そうね、でもこれやんない方がいいんだよなとか、これはエッジタついてるよなとか、スポンサーこれ気になるよなっていう視聴者じゃないところに番組は作っちゃってるから、テレビはその時点で無理じゃないかな。いや、ちょっと待って。はい、なんすか。手越しチャンネル面白い。いや、手越しチャンネルというか、手越し面白い。いや、なんか、はい、これなんだと思って、手越しのこの覚悟が、はいはいはい、必要なんだ。なんか俺の中で今一個気持ち固まったわ、はい、固まりました、うん、YouTube に対するこの姿勢というか向き合い方、はい、ありがとうございますじゃあ何喋りますか。じゃあ何だろうな例えば、まあ、言っても、まあ、俺らじのお二人って、はい、独立組とやってる内容ってそんな僕が変わってるように見えないんですよ。はいはいはい。やっぱり大手事務所っぽいことやってんなって感じる人もいれば、うんうん、あ、こういう人って個人じゃなかったっけって感じるタレントさんもいるじゃないですか、うん、僕はオリラジのお二人は割と後者なんですよ、うんうん、これね、もしさっきはテレビの話じゃないですけど、仮にですよ、吉本とかを辞めることになりました、はい、そうなった場合、吉本さんの場合はテレビは 出続けられるんですか。去年いろんなことがありました、はい、で、はい、そこから大きく変わりました、はい、吉本のそう、体制が、ね、体制がいろいろ、はいはい、今までこうだったものこう変わりましょう、はいはい、まあ、例えば今手越しおっしゃったみたいなことで言うと、はい、そういった圧力だったりとか、はい、うーん、何かこう力働きかけをするっていうことはしません、うん、おお、なるほど、という書面を交わしています。なるほどなるほどなるほど。あ、そうなんだ。ここがやっぱ面白いところで、はい、当然その書面を交わした、はい、直接圧力、はい、働きかけ、もちろん表立ってないですけど、はい、もうさっきからずっとね、出てきてる、まあ、忖度ですか。はい、あります、あります、あります、はい、言い方は何とでもなるじゃない。なりますね。それで、おそらくテレビ、うん、出れなくなると思います。あ、そうなんですか、やっぱり。だって、うん、まあでもそこには多分プロダクション正義もきっとあって、はいはい、独立して、じゃあなのにそのままテレビで活躍できてたら、うん、みんなじゃあそういう道選ぶってことにもなるじゃないですか。必要がある意味ちょっと薄れてしまいますもんね。そう、それができちゃうとね。だからプロダクションの正義ももちろんそこにあるんだと俺は理解したいなとは思うけど、うん、うん、じゃないのかな、分かんない。あ、これは自分がそうなってないと実際分かんない。いや、分かんない、本当にその書面通り、はい、あ、吉本本当にのびのび仕事させるようないい会社だなっていうパターンもあるのかもしれない。はい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 。え、じゃあ、いや、あなたそうよ、あなたバカだよ。何何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 何俺に聞くってことは、何何何何、さっきもそうだけど、返すよ、質問。質問返しですか。はい。ええじゃないっすよ。This is YouTube! だからね。はいはいはい。やっぱり今手越しくん本当に YouTube 大活躍してます。まあ、ありがとうございます。そうやってますけど。楽しいですね。はい。テレビに出ていません。はい。出てませんね、今。これなんでなの？すげえストレート。俺はチャップマンみたいなストレート来た。テレビで歌ってる手越しは見たいし、はい、テレビで楽しく、ね、一般の人と絡んでる手越しは見たいし。確かに確かに。はい。ちょっとね、僕
僕はあんまりわかんないんですよ。でもさ、赤ちゃんになっちゃった。なんでテレビ赤ちゃんだったな。出ないんですか。僕は痛いんです。ああ確かにね。そうそう、たくさんありますよ。はい、コメント欄にも一滴は戻ってこないんですかとか。うん。超好きだもん一滴を。はい。俺も超好きっすよ。マジで。はい。超面白い。それこそもう俺大輔さんなんてもうお兄さんみたいな感じで。そうだね。うんうんうん。はい。だってその。もう僕が完全に対象を決めた3月の段階で僕内村さんと大輔さんには先に報告してるんで、あの辞めますと辞めるので一滴も降りることになると思いますふうに伝えましたからね。なるほどね、はい、分かんないけどさ、はい、まあ、事務所はもちろん辞めます、うんうんうん、でも番組はそのまま続きますっていう道があってもいいよね。まあね、分かんない本来はね、芸能界全体に言えることで、はい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 、そこってね、確かにね。でもそのままやる人もいるじゃん。そうですね。薬を吸ってしまったとか、うんうんうん、そういうものだったらもちろん。もちろんそれは番組はダメだし、番組も困るし、うん。そうじゃない、夢を持って独立とか大手を辞めた人が番組を失うっていうのは確かに変えたいなとは思いますね。そうだよね。はい、番組はやってほしい、うん。でもごめんなさい、事務所の都合で降板です、はい。悲しすぎるじゃん。そうですね。これを見ている、これから独立するよ俺、私っていう人がいるとしたら、うん、同業の、うん、一つだけ注意点として挙げておきたいのは、何でしょう、目に見えないものたくさんあるよっていう。一番、まあ、これ困ってるってわけじゃないですけど、はい、なんでって謎なのは、ありがたい話、独立してもいろんなもののオファーとかいただいたりとか、いろんな、例えば MC とか、いや、あると思うよ、それは。ゲームのなんかアンバサダーとか、うん、いろんなお仕事をいただけるじゃないですか、はい、キャスティングで僕決まるじゃないですか、うん、ただ、もちろん僕一人で番組って成立するわけじゃないので、いろんな方と絡むこともね、テレビもそうですけど、しっかりあるじゃないですか、はい、今回あの人と一緒なんだなーって、うん、あ、楽しみだなーってなってるじゃないですか、いつの間にかいなくなってこれは、って思うことは独立してからたくさんあります。直接僕がその仕事をできなくなるというわけではなく、はい、周りの本当はこの人と一緒に楽しめてこの番組作れたはずなのに、はい、いなくなっちゃう。不思議なんだよね、テレビは、はいはいはい、ある日突然あ神隠しにあるえ、はいはいはい、なんですかこれ、はいはい、神隠しね、そうだろうな、だよねってなっただけで、はい、いやあれだから、お互いが削って削ってもう多分そのうちなくなるよ体えぐれてね、なくなるよ半分くらい削れてるから、そうですか、うん、もう最悪フュージョンしましょうあ、いいねシャラオのフュージョンいいかもな、はい、フュージョンしましょう、はい、ですね、フュージョンしましょう、ちょっとお腹痛くなってきた今日はね、本当にあの手越くんの This is YouTube がめちゃめちゃ響いた、いやいや、そうっすよ、中田さんしかいない、宮迫さんしかり、うん、それこそ YouTube を最初からやってる仕掛け人さんとか、はいはいはい、はじめ社長とか、ヒカルもそうですよね、うん、俺はやっぱ手を取り合って、うん、日本のエンタメ盛り上げりゃいいのにな派なんですよ。確かに別にテレビと YouTube は敵同士でもないし、うん、大手プロダクションと独立組の個人は敵同士でもないから、そうだね、みんなやっぱ楽しいものを届けたい、その見てくれた人が生きがいになるようなコンテンツを作るっていうところは本来は一緒のゴールを目指してるはずなのに、今そこにいろんなこう網目がギュンギュン来ちゃってるから、特に最近より、でもこれって中田さんがもう体を張ってミミミを作ったように、誰かが動かないとうやむやになっていって、どん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 、しかも首絞めまくって取り戻しもできないところまで俺は行っちゃうと思うので、僕はやっぱ変えたいから、これによって批判を受けたり、今までお世話になったファンが離れちゃう可能性もあるじゃないですか、うん、身を挺してでも変えたいって思うから、うん、そこはやっぱね、だからそのウィンウィン楽しかったんですよ、中田さんもそうじゃないですか、うん、いろんな方面からガンガン攻撃が来るけど、今本来の番組のあるべき姿を変えたいっていうのは中田さんの強い意志がなかった、ああいう人がいないと絶対変わらないから、16年ずっと相方の横にいてさ、はいはいはい、正直逃げ出したい時も何度もあったの。むちゃくちゃだよこの人。でも結局なんでずっと一緒にいるかなって言ったら、やっぱめちゃくちゃ楽しいからね。横いたらなんかねドキドキするんだから。それは素晴らしいですね。でもそれをなんかこう手越くんとかにも少し伝わってたりなんかしたら、俺も相方として嬉しいし。かっけえなって思いましたよ。素直に。
本当にそういう人たちがさ、うん、デートになってエンタメを作るっていう、うん、俺らは本来の目的じゃないですか。そうそうそう、はい、いろんなことがあるけど、はい、それさえちゃんとできてたらさ、はい、OK ってことじゃん。そうですね、本当中田さんのあのもう番組はもうそうですよ。スポンサーのために番組作ってないし、違う、大手プロダクションのために作ってないし、中田さんはもう本当に見てくれる人のために作ってるから、本来そうじゃないかっていう。ああ素晴らしい、うん、なんだ、うん、ちょっと待って待って、藤森ちゃんだよ、撮り直していいずるくないのよ、こんななんかさ、エゴシチャンネルのこの熱に藤森チャンネルのあの俺の全くね頭もかかってね、あのドライブトークででもね、なんだろう、こっちはこっちのこの、はいはいはい、ちょっとヒリヒリ緊張感のトークだし、向こうは向こうで、はい、すごい言ったりして、そうですね、両方全く違う見応えです。そうだね、はい、まさかね、手越君と農業の話できる、農業の話しましたね、チャラ男、実は2人とも農業好きだった、はい、そうなんです、そうなんですよ、話と今後の話を結構しましたもんね。そうね、はい、まあ、あと年末は、はい、一緒なんですよね、藤森さんと福岡でお仕事できるっていうこともあって、はい、12月31日ね、年越しカウントダウンを、はい、まさか手越君と一緒でできると。せっかくならじゃあ、はい、そのカウントダウンの楽屋とか裏側回しましょうよ。マジで、はい、いやもちろんせっかくならやっちゃおうか、はい、12月31日の大晦日をドーム以外で過ごすの十何年ぶりなんですよ。15年ぶりぐらいです。でも18歳から初めてのことだ。はい、初めてなんですよ。いいね、はい、すっごいワクワクするんですよ。あれはあれで最高にワクワクしましたけど、はい、じゃあ31だね、はい、次は俺ももう面持ち変わってるから、ね、手越しチェンドル経ての俺見てる、うん、本当にカメラこうやって担いでくるでっかいやつさあお願いしますよね、いや本当にこの僕めちゃめちゃ嬉しかったんですよ。さっきの話じゃないけど、まあ、いろんな忖度あるじゃないですか、うん、それでも、まあ、藤森さんが出てくださるって決まった時がマジでって OK なんだもあって、そうなの、嬉しかったんですよ。全然全然もう俺シンプルに嬉しいから。本当ですか。キラキラしてる人大好きだそんなさ憧れの人と単純に共演できる、はい、それが一番健全じゃん。まあまあまあね、会いたい人と会える、それが YouTube だし。確かに確かに、うん、だから本当こちらこそありがとうございます。いやもうありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいあとやっぱかっこいいねめちゃくちゃイケメンよ、イケメンよ。あ、見た目の話ですか。結局何が好き、イケメン大好きなの。あ、嬉しいわマジっと見られんの嬉しいです、嬉しいっす、はい、はい、もうまだ何いやもう十分でしょ。何、全然いいよ、別に。何あったなと思って。ブーでやりますよ。ブーでやりますよ。何急にブーでやりますよ。どういうこと。いや僕はもうブーでやりますよ。そんな話の中であったいや最後あとなんかやっとこうかな、ブーでやりますよじゃないの。もっとつけたブーで。違う違う違う、テゴインタルラジオです。お願いします。テゴちゃんいつものゆったげて。聞きたいか俺の武勇伝。そのすごい武勇伝をゆったげて。俺の伝説ベストワン。レッツゴー。みんなが笑える芸能界。チャラ男二人が変えてみせる武勇伝、武勇伝、武勇伝、デン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 、キャッキー。テゴちゃんケンクリー。はい、というわけでね、こんな密度の濃いトークになると思いませんでしたが、もういろんな酸いも甘いも喋りましたね。はい、楽しかった、はい、楽しかったですね。ちょっと今後とも、そして年末もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。そして藤森さんの方のチャンネルでもですね、ドライブトーク、やってますんで、概要欄に貼っときますので、はい、ぜひね、そちらの方もチェックお願いします。お願いします。というわけで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。せーの、ティー、バイバイ、バイバイ。